ウィリアムズ FW05 は、ウィリアムズが1976年の F1、世界選手権で使用したフォーミュラワンカー。1975年のイタリア GP に登場した、ヘスケスのマシン、ヘスケス 308C がベースとなっている。デザイナーは、ハーベイ・ポスルスウェイト。FW05 に乗るジャッキー X1975 年シーズン終了後に、資金難で、 ワークス活動を停止したヘスケスからウィリアムズに売却された 308C を回収。ボディカラーは 308C の白から紺に変更され、ウォルター・ウルフがスポンサーについたことにより、ワルター・ウルフレーシングとマーキングされた。薄めのスポーツカーノーズとサイドポンツーン、ラバー製のスプリングなど、308C の特徴を受け継いでいる。ドライバーはジャッキー・イクスと、 南アフリカ GP より加入したミシェル・ルクレール。X が1号車、フランス GP から3号車に乗り、ルクレールが新しく製作された2号車を使用する。イギリス GP で予選落ちした X が解雇され、その後釜として、アルトゥーロ・メルザリオが、マーチより移籍し、3号車をドライブした。これ以降レギュラードライバーは、メルザリオのみで、 二代目は、スポット参戦のドライバーが乗車する体制となった。最高位はいくが、スペイン GP で記録した7位であり、選手権ポイントは獲得できなかった。ありがとうございます。